の方、タコがよく焼けた方が美味しいので、一番火を入れる時間が長いのは一番最初の下にしたところなんですね。なのでタコの方を下にしておきましょう。これはもう辛口の白ですね。ただ辛口の白といってもあまりコクがないシャバシャバの感じ。一番手に入りやすいのだとミスカで、逆にシャルドネは向かないです。あとソーヴィニヨンブランなんかもいいですね。お手軽なとこだとスペインのカバとか泡も美味しいと思います。ただこの跳ねるっていうのはタコの中に油が入って水分が抜けていくっていう過程なんで、跳ねるっていうことは大事です。水分が抜けていくことによって旨味が増していくっていうのが揚げることの、美味しいポイントなんで、跳ねるっていうことは今油が入って美味しくなっているっていうふうに思っていただけたらと思います。タコ出ちゃいました。ご愛嬌ということで。